世界でもヌーマン国のみに生息する珍獣パンダがこの度横浜の野毛岡動物園に送られることが決定しました。パンダだもんねでですね、今日各持ち場から一人ずつ集まってもらったのはこのメンツでパンダ飼育チームを作ろうと思いましてね。僕パンダ、僕パンダ、遠いお国のルーマンで、僕パンダ、僕パンダ、のんびりお昼寝していたよ。あれは何？ローカルできた。はい、ファイブ、シックス、セブン、エイト、僕パンダ、僕パンダ、そう、スルーさん回さないんですって。さて、お風呂上がったらパパにお電話してって伝えてくれる？うん、バイビーブー今ちょっと風呂みたい。ゆかちゃんっていくつだっけ？今年中にかな何か変な色の尿だった気がする。ねえ、そういや血尿だった気がする。あ、なかった。血尿、そりゃ大事じゃねえかよ。なんかまずい病気じゃないんだ。どんな色ちょっと見せてみて。あ、そうちゃうだ東滅島を守るのは僕の役目なんですこれは僕が責任を持って守らなきゃいけないんですから。捕獲して、こっちもすぐ行く。捕獲セット出して。出せ。昨日夜、僕でした。鍵かけ忘れたのかもしれません。まあそれどころじゃないでしょ。プロでしょ、ソリマンちゃん。子供たちが火をこ触って、ちっちゃいなとか、あったかいなって、それってただ単にひよこに触ってるんじゃなくて命に触ってるんですから。お客さんに嘘つくことになるんですよ。それは野毛岡みたいなお客さんとの距離が近い動物園で一度信頼を失ったら取り戻せないと。僕は思う。お前ら、せいぜい大事に育てろよありがとう、イビちゃん。